全国の競馬ファンの熱い視線が注がれています。宝塚記念、まもなくスタートであります。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開く、あなたの夢はクロノジェネシスか、それともレイパパレか。果たして先頭に行くのは、花を切ったのは2番レイパパレ。ユニコーンライオンが上がってまいりました。白にもう1頭カレンブーテドール、そしてその後ろからアリストテレス。これが一番人気のクロノジェネシス。無名物種、この手応えはどうか。内を通りましてワイプティアーズ、そして外からはアドマイアルバ、奇跡、8番カデナ、外を通ってミスマンマミア、メロディーレーンが並んでいっています。モズベッド、これがしんがりであります。もう一度先頭から順番に参りますと、先頭を行くユニコーンライオン、2馬身リード、バラバラになっています。これを追って2番レイパパレ、それから離されまして白に、その外にカレンブーテドール、そして5番手に9番アリストテレスであります。その後ろ3馬身くらいあって7番クロノジェネシス、その内からはワイプティアーズ、それからもう1頭5番アドマイアルバ、その外からは13番奇跡、8番カデナ、外を通りまして12番ミスマンマミア、そのうちにメロディーレーン、その後ろでやりましょうか、11番モズベッド。阪神のスタンドが揺れています。先頭ユニコーンライオン、もう完全に足が止まった。さらに外カレンブーテドールか、先頭サカイとユニコーンライオン、さあ抜けました。レイパパレ、外をついてクロノジェネシスが来ている。クロノジェネシスが襲いかかる。クロノジェネシスがかわした。モズベッドが3番手モズベッドが差を詰めてきた。クロノジェネシス1着。宝塚記念、勝ったのは7番クロノジェネシスだ。1着7番、2着11番、3着13番以上のように確定しました。全国の競馬ファンの熱い視線が注がれています。宝塚記念、まもなくスタートであります。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開く、あなたの夢はクロノジェネシスか、それともレイパパレか。注目の先行争いでありますが、2番レイパパレが先手を取りました。ユニコーンライオン、この辺りちょっと離れている。10番カレンブーテドール、アリストテレス。6番シロニー、その外からは13番奇跡。まもなく第1コーナー、これが一番人気のクロノジェネシスであります。ワイプティアーズ、そしてその後ろから5番アドマイアルバ、それから8番カデナ。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナーモズベッドがその後ろ、そしてその外に12番ミスマンマミア、内を通ってメロディーレーン。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。レイパパレが先頭です。その後ろでやりましょうか。ユニコーンライオン、ちょっと離されまして10番カレンブーテドール。第3コーナーに向かいます。13頭9番アリストテレス、そして5番手にシロニー、外から1頭奇跡、7番クロノジェネシス。どのように差を詰めていくか。4番ワイプティアーズ、そしてその後ろから5番アドマイアルバ、それから8番カデナ。外を通りましてミスマンマミア、内から1頭11番モズベッド、一番後ろにメロディーレーン。さあ問題は直線356メートルであります。クロノジェネシスは6番手。さあ先頭はレイパパレが2馬身リード、3番手にアリストテレス。クロノジェネシスも追い込んできた。外から突っ込んできたのはクロノジェネシス、粘ったレイパパレ、アリストテレスが3番手。クロノジェネシスが襲いかかる。クロノジェネシス1着。宝塚記念、勝ったのは7番クロノジェネシスだ。この馬はいい調子だね。1着7番、2着、2番、3着、9番以上のように確定しました。さあ各馬を迎える緑の夢のステージです。春の総決算、宝塚記念、いよいよスタートです。真っ青な緑の絨毯を踏んで13頭が飛び出しました。まずまずのスタートといったところであります。先行争いであります。先手を取って6番シロニー、2番レイパパレが上がってまいりました。それからもう1頭ユニコーンライオン、アリストテレス。外から1頭10番カレンブーテドール、
それから離されましてクロノジェネシス、その外からは13番奇跡、そしてその後ろからアドマイアールはワイプティアーズ、ちょっと離されましてメロディーレーン、その外に8番カデナ、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナーモズベッドが並んでいます。一番後ろに12番ミスマンマミアでやります。もう一度前から整理しましょう。先頭行くのは2番レイパパレ、1馬身リード1番ユニコーンライオン、ちょっと離れて9番アリストテレスでやります。そのうちに6番シロニー、外を通ってカレンブーケドール、この辺りちょっと離れている7番クロノジェネシス、アドマイアールバがそのうちにいます。そして外からは13番奇跡、ワイプティアーズ、その後ろ3馬身くらいあってメロディーレーン、外を通りましてカデナ、それからもう一頭モズベッド、その外スーッとミスマンマミアが上がっていきました。2馬身くらいの差をつけてレイパパレが先頭です。さあ問題は直線、問題は直線356メートルでやります。黒い帽子レイパパレが先頭、ここからどう伸びるか、クロノジェネシスアリストテレス懸命に追う、このまま粘れるかレイパパレ、アリストテレスが2番手頑張る頑張る、川田とレイパパレ外を通ってクロノジェネシスかレイパパレ、1着宝塚記念、勝ったのは2番レイパパレだ。この馬はいい調子だね。1着2番2着7番3着当番以上のように確定しました。